スパイクチャンネル、おもてなしお弁当。今日は私松浦が小川ちゃんにですね、おもてなしお弁当を作ってきました。どうして、この春からも私たちもね、コンビが12年目になります。で、今までね、1回もこういうことをねしたことなかったじゃないですか。確かに。もうがっつりお弁当を作って渡すみたいな。で、そういうことをやってみたくなりました。小川さんにおもてなしお弁当です。かわいいこのお寿司の風呂敷から、ででーん、三段お弁当。しかもこれごちそうだけで、ご飯はまた別にあるんで。これはですね、もう今は亡きあのスイマーで、もう5年前ぐらいに買って、うん、もうマジで今回初めて使いました。だって見たことないもん使ってんの。いいですか、じゃあ。わ、はい。まずは何もないんです、ここは。ここは蓋ということです。一段目いきますよ。オープン。あれ、すごい。ごまえです。本当に美味しそうだし、はい、めっちゃいい匂いするんだけど、はい、見たことないこんな一段ほうれん草っていう、もうほうれん草で一段使ってます。二段目いきますね。はい、ででーん、人参しりしりです。美味しそう。はーい、緑とオレンジとちゃんとね、緑黄色野菜っていうかさ。3段目いきますよ。3段目ででーん、ウィンナー玉ねぎケチャップ炒めです優しいお弁当。優しいでしょ、本当に、うん、もう肉はもうこれしかないですもん。おばあちゃんのお弁当を思い出す。だから私は正直言って、こう洒落たものはもう通ってきてないので、うん、もう結局やっぱりおばあちゃんとか母親が作ってきてくれたような、なんかこういうお惣菜というか副菜が私は好きなんです、うんうん、ちょっと一番失敗しちゃったかな、おにぎりが。ちょっとなんかこちらのおにぎり、はい、なんかちょっと似てる、ちょっと似てる。山形のね、お米、私地元山形のお米なんですけどね、炊き方がね、ちょっと柔らかくなっちゃった。混ぜ込みわかめしらす入れただけなんですけど、なんかおにぎりが一番あんまうまくいかなかった。ちびおにぎりと、あ、本当だ、これは稲田さんみたいな、アインシュタインの稲田さんと松浦のコラボという感じでしょうか。そしてですね、私ももちろん食べますけども、はい、小川さんにおもてなしなんで、もう私まだあるわけ。これは可愛いでしょ、ハート、ハートの。これはまあ2人で食べるというか、こちらですね、なんと、何これ、大根とお揚げの煮物ですね私も食べるんで、はい、私はこういうもう現場の人のお弁当みたいな、もう本当にもう力仕事の方のお弁当、ジップロックのこれにもう自分、あ、もうほら、しかも見て、偏っちゃっても、本当にこれを食べるんです。いただきます。いただきます。あ、我ながら美味しそうだわ。いただきます。どうぞ。めっちゃ美味しい。料理がすごく上手な友達が、うん、ほうれん草のごま和えを作ってくれたんだけど、うん、もう私それを食べて本当衝撃で、今まで食べてたほうれん草のごま和えは何だったんだと。あ、なんかさ、なんか入ってる。気づきました。で、当てていい？どうぞ。あの、あれ、ご飯、ご飯の海苔。あ、今日はね、それ正解なんですけど、本当は違うんですよ。あの、ほうれん草の、まあ、お前の普通のレシピあるじゃないですか。すりごまと醤油とか醤油酒みたいな。で、そういうので全部そのほうれん草をあえた後に、最後に焼き海苔をね、まあその茹でたほうれん草の量に合わせてですけど、まあ、大体1枚か2枚ぐらい。それを、こうちぎってね、また全部混ぜて、でさらにごま油をね、こう一回し二回しぐらいかけるんですよ。で、そしたらもうめちゃくちゃ焼き海苔の風味とか、ごま油の風味とか、すごい美味しいのよ。めっちゃ美味しい。美味しいでしょ。皆さんもぜひね、ほうれん草のごま和えに焼き海苔とごま油っていう隠し味をね、入れてみてください。人参しりしり、あ、美味しい。これも美味しいでしょ、うん、だからまあ味付けはね、そんなまずくはね、作れないよ逆にっていう感じですけど、レンジ料理とか流行ってるじゃん、なんか電子レンジだけでみたいな、うんうん、耐熱のタッパーにこの細切りした人参を入れて、最初人参だけで2分間ぐらい電子レンジチンして、でそこからツナ入れて、で味付けをしますよ、そのだし醤油とか酒砂糖とかで、でまた電子レンジで2分ぐらいチンして、今の時点でも4分ぐらいチンしてるじゃん。で人参をちょっと食べてみて、でもなんかまだちょっとサレにしてもちょっと硬さが残るなと思ったら、そこからもうあとはご自由にという感じで、もう2分一気にやるもよし。さ、しりしりって炒めるってな、そういう意味やの、炒めずしりしりですね。じゃあこちらケチャップ炒め。おめでとう。
これもまあ説明するまでもない煮物はね、煮物のレシピでもちゃんと昨日の夜から、あ、おいしい。一回家庭持った、安定した味付けなんだけど全部嬉しいですね。ちょっともう少し言ってください。やっぱり私もさ、もう35ですからね。これが一番ね。でもなんか時間が経ったらそんなにペチャペチャでもはなくなったけど、あ、全然ペチャペチャしてない。あ、美味しい。そんな最後に何か話になってるんですか。それでね、こう多少は初期から話したら多分戦争とかご飯が何かに食べないといけない。下関はほとんどおいしそうだけど、下関は何かとか納得が遊びないからこうやって握ってた。だからちょっと家でもさ、私久しぶりにおにぎりなんか握っちゃったりして。あ、自分で。はい、ほんとなんでこんな泣いてんだろうな。ちゃんとお弁当だ。うん、まあそうでしょ、うん、でも本当思いますよ。なんかこうベタなこと言うようですけど、お母さんってすごいなと思いますよね。近くに来た。ええ、やめて。何見ない、あいつだ、あれだ。ねえ、すごい恥ずかしくなってきた、人に咀嚼を。お前さんそれ前から言うよね、うん、この食べてる感じがさ。でもどうすんのよ、あなたさしたら売れていこうっていう人がさ、食レポしなきゃいけない。だからもういただきます、うん、変だよ、そんな人いないよ。どれが一番お口に合いました。4つあのお惣菜はありましたけども、いや全部さ言ったら馴染みのある味じゃん。はい、なんだけどその中でもおおってなったのはやっぱほうれん草。わあ、やっぱその隠し味が今まで食べたのとは違うとかですね、うん、なんか甘みがありました。完食しました。お粗末様でした。えびつおにぎりも完食しました。人面おにぎり、うん、私も現場お弁当完食。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございました。おそ松様でした。